皆さん明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。2015年、やはり、新しいストーブの改革をということで、まあ、このサンダーラインというボール、サンダーシリーズっていういろんなラインがあるんですけど、サンダーラインの中で、まあ、今回ロケットとこういうボールを発売させていただいて、でこのロケットなんですけども、まあ、R2 をベースにした、ハイブリッドリアクティブ、まあ、これを採用してるんですが、まあ、あの中玉の方が、まあ、先ほど言ったように改革の中では、まあ、今までサンダーシリーズ FE2 とか FE3 とか、まあ、ファイヤー系のボールとか、まあ、いろんなコアは3種類4種類のコアでやってたんですけども、まあ、今回またブースターコアとこういうのが仲間入りさせていただいて、まあ、コアも一新させていただいたとこういうような状況になってます。で、今日テストしたコンディション、あの東大和グランドボールさん借りて、43フィートとこういうコンディションで、投げさせていただいたんですけども、まあ、今日の感想として初登場の川口プロ、はい、どんな感じのイメージを受けましたかね。まあ、今回発売されるロケットなんですけど、はい、正直今まで そのサンダーラインの中にはもう全く属さないような感じに僕は感じますね。なるほどね。でやっぱりその先の動きっていうのが、はい、今までやっぱ自分の中でも安心感をどうしても求めたがるっていうのがどうしてもあったんですけども、それとはまた違ったラインナップとしても、はい、やっぱりどうしてもボイルの中っていうよりも、やっぱりそのタイトめに投げるっていうのも、内側でタイトめに投げるのもそうだし、はい、外めで投げれるっていう、まあ、時間的に長い風に、使えるボールだなっていうのがすごく感じましたね。でまたなんか動きがないので、ね、やっぱりそこが一番いいところだと思います。なるほどね。まあどちらかというとインサイド、アウトサイドっていうまた形で比較したんですけども、まあ、石原プロなんかはどんなイメージをやっぱ持たれました？まあそうですね、進行はってことでね、はいはい、非常にそういう面ではまあそのハイロード系とはまた違った動きの中でね、うん、まあハイブリッドを使ってる割にはそのなんていうんですかね、全くまあハイロード系はどうしてもこうちょっと切れるイメージが非常に皆さんあるんですけど、今回の場合はそう激しく切れるってイメージがないんでね、そういう面では逆に言ったら今言われたように非常に扱いやすい、ボールじゃないかなというふうに感じますけどね。まあ、先ほど川口君もおっしゃったように余分なことはあんましない、うんうん、状態になって、まあまあ、それをこう投げやすいか投げづらいかっていう感覚は、まあ、先ほど、まあ、2015年っていう話もしたんですけども、まあ、今メンテナンスマシンがかなりね、まあ、性能が良くなって、まあ、どのセンターさん行っても結構と、うん、通常のメンテから、まあ、いいコンディション、まあ、オイルがあって先がドライだよとこういうような、ね、コンディションが結構多いんで、まあ、そういった意味で先に余分な動きをしちゃうとかえって打ちづらい系統があるんで、まあ、そういった意味ではこのロケットなんてのはお二人とも共通してそこは認識させていただいたんじゃないかなと、はい、いうふうに思います。今日はこの川口プロのボードでまたやらせていただきたいんですけども、川口プロ、これはやっぱりオイルに強い順からずっと、そうですね、はい、結構 FE2 が揃ってるっていう状態になってると思いますけど、はい、今日のロケットはどの辺に入るんですかね。今日のロケットは、はい、僕はハイロードパールとスカイロードの間になりますね。はい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 、こんな感じになります。なるほどね。どっちかっていうとハイロード系、このパールもそうでしたし、まあ、ツアーも結構切れるじゃないですか、はい、で手前の行き足っていう形だと、まあ、スカイロードもそれなりに行ってくれるじゃないですか、はい、そういった意味ではどっちかだったらこの間ってなると、まあ、結構行って丸い感覚のがやっぱあるっていう。そうですね、そうですね。でちょっと遅めっていう感じの、はい、うん、コンディションがベターかっていうことですね、は
はい、わかりました。今度は石原プロの感想なんですけども、はいはい、やはり石原プロもファイアーサイドが一番こうオイルに強いっていう状況 で、はい、まあ、スカイロードは結構走り系が強いってことですね、はいはい。今日のロケットはどの辺に入る形なんですかね。そうですね、まあ、今日はね、本当にカバー的に、順番に並びたんですけども、はい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 、またこのソリッドはね、うん、また社員なんで、また動きがまたちょっと違うんですけども、はい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 、素材的に、オイルに強い順にね、うん、ちょっと並べてみたんですけども、なるほど。今回のロケットはですね、はい、まあ、ハイブリッドっていうこともありまして、はい、僕は、うん、素材的にはここですよね、当然ね。素材的には。はいはいはい。ただ動き的なものに関しては、はい、非常にその行き足もいいし、はい、まあバックエンド激しくならないっていう面では、はい、動き的にはこの辺とかこの辺でもあるんじゃないかな。なるほどね。はい。決して曲がらないっていうイメージではないんですけども、やっぱりバックエンドが激しく出ないよね。ちょっとおとなしくは感じると思うんで、はい、まあ確かに素材的にはここ。になるんではないか。わかりました、はい。結構長い時間お疲れさんでございました。まあ本当今日のロケットなんですけど、まあ私なんかも次世代的なボールに感じるなとこういうふうに思って、まあ先ほどもお話しあったように先での曲がりっていうのにこだわるかね、まあその攻め方をこだわらないかと。ただ実質的には打てやすい打ちやすいボールにつながる可能性を秘めてるんじゃないかなとこういうふうに思います。特に川口プロは結構元気がよく回転も多く、まあ先でアジャストしづらい時もあるでしょうから、まあ、そういった意味では非常に、まあ、使い勝手いいだろうし、石原プロなんかはもうコントロールの、まあ、達人と言われるぐらい、まあ狭いエリアでもこう通す直線を通せる人なんで、まあ、そういった意味でも非常に使い勝手がいい、まあタイプがこう違っても使い勝手がいいんではないかなというふうに思いますので、はい、また川口プロもですね、こういうボールを持っていただいてですね、また活躍していただいて、同時に石原プロももっともっと活躍していただいて2015年を、ね、乗り切っていきたいなというふうに思いますので、本当に皆さん長い間お疲れさんでございました。また皆さんですね、今日ご覧になっていただいてありがとうございます。でまた2015年これメンバーで頑張っていきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。